西野でーす。ナダルです。中国人全員ナダルが嫌い。おい、ええわ。どれやないか。どこ行くね。どこ行くね。どこ行くね。はい、あ、大家好、中国北京出身で来日6年目の貧芸人の伊豆園です。はい、ありがとうございます。はい、これ自費で買いました。あ、北京で注文して1日だけ日本に着いて、これもらってから、うん、ニューヨークに行ってきました。はい、それ来てニューヨーク行った。はい、ニューヨークの、あの現代美術館、あのモーマでいうところで、これ来て行ったらめっちゃ外国人が人気があって。人気あった。あ、そうですね、めっちゃ。どこで買いましたかとか、パパッと話しかけられて、あのピカソと思われたらしいです。マジ。はい、え、これピカソだと思った。ピカソと確か俺似てるけど、はい、どこがやねん。そうですね、はい、どこがやねん、おい。はい、え、ちょっとこれお前世界に販売してくれにしろ、これ。あ、世界、世界で注目された服、これ。はい、そうですね。でも私、東大のプログラムで、あのニューヨークにいて、ニューヨーカーの東大の先輩は、まあ、私の、ツイッターとか見たら、え、この芸人さんめっちゃ好きですって。え、そうなのって言ったら、西野さんの方。嘘つくなって。西野が世界で人気なわけないやろ。何しろどんだけ流暢やねん。え、ちょっと詳しく聞かせて、それ。冷静に聞こうとする。なんで。いや、本当になんかボケかなと思って。失礼やな、ボケかなと思って。で、その先輩は本当に有名 なんか証券会社の会社の先輩ですけど、うん、いやー、西野マジでいいな、まあ、本当に面白いし、その筋肉もいいし、うん、俺も同じ時期で筋トレ始めたから、本当にすごい人だなとか。いや、西野の筋肉は分かるけど、面白いところに地味にもないから。どういうつもりなの。ニューヨークで一番面白い人になれる可能性もまだあると。嘘やん。やった、ナオミさん倒すようにしろ。いや、アメリカでナオミさん超え。はい、それはすごいよ。はい、日本でパッとせえへんからさ、はい、アメリカで。どんだけ日本に戻った。日本でパッとせえへんから、なんでアメリカ行くの。あ、日本で成功してるからアメリカ行くの。おかしいから。日本でパッとせえへんからアメリカ行くの。ちょっとすごいや。はい、そんな人気や、西野が。その先輩から LINE が来て、日本に着いたら、ニューヨーカー全員ナダルが嫌い。やばやば。西野が好き。ほんで、それ、っていうのやめな、そのガチで捉えるの。ニューヨーカー全員ナダルが嫌い。ちなみに、お二人方には、中国のお土産も持ってきました。うわ、ありがとう。いいの。はい、まずは西野さんへ。え、いいの。はい、中国のプアル茶っていう、あ、聞いたことあるよ。そう、半箱のお茶で、だからすごい体によくて。はい、プアル茶。はい、すごい美味しいで、多分ではあまり売ってないから。飲んだことないかも。はい。うわ、何これ。ハット麦玄米月味噌そうゲメジャドクダミハブ茶プアルって言ってるわ。さすが。お前すかすなよ、マジで。はい、さすがで終わらすな、はい、ありがとう、めっちゃ嬉しいわ。すごいね。はい、いただきます。はい、はい、今日は、はい、ナダルへ。最近なんか本当に今日もすごい寒いし、だからナダルの頭の上には何もないから、ちょっとかわいそうだなと思って。あ、中国で持ってきました。なにこれ。うわ、めっちゃいいやばこれ。はい、なにこれ。中国の、中国のこれ。いや、イヌイットのやつやねんか。お前イヌイットのやつやろ、これ。あの、めっちゃ似合うやん。これ北極で暮らすなんかのアザラシとか食うてる人なんですよ。はい、はい、これ中国の東北のこの柄もそうです。はい、北極料理人。はい、北極料理人。はい、こうやってこれ、めっちゃ防寒はすごいんじゃないの、これ。あったかいで。はい、これはええやん、色味もな。色味は今の服に合ってんじゃん。うん、全然合ってないけど。はいね、全然普段かぶってそうじゃない。あれ合って、でもちょっと、いや、寒い時でも着れそうやから、ありがとう。はい、わざわざそんな、めっちゃあったかい。かかってきてくれた。はい。ありがとうな。あの東大のプログラムで、あのニューヨークで働いている東大の先輩たちに主催したりとかして、だからニューヨークの、証券取引所とかにも行ったりとか、あとは Google とか Apple とかの本とか。なんでシリコンバレーみたいな。シリコンバレーみたいな。なんだっけ、あのなんかすごいさ、工業すごいのが集まったとか、なんだっけ。あ、はいはい、でも そんなニューヨークじゃねえよ。あ、そうか。はい、ニューヨークじゃねえよ。でもその辺集まってるさ、間違ってな。はい、そうですね。お前やっぱそんな大手のとこも行ってんの。アメリカもうトップやで、世界の。いや、そうですね。そんな集結で。そんな中、M1 も出てんな。はい、そうですね。その、もともとずっとニューヨークにいたかったけど、でもニューヨークの1回戦があるから、しかも私がネタ確保で。ニューヨークの M1 な。ニューヨークの1回戦。ニューヨークの1回戦ない。ニューヨークの、すみません、ニューヨークの1回戦じゃない。M1 ないね。M1 の1回戦。M1 な。1個ずれてるから。はい、そうですね。ちゃん
と正してくれてな。あ、さすが。お前ほんま面倒くさくなったらさすがで終わらすのやめろ。はい。え、ほんで M1 出て？はい、はい、M1 1回戦無事に突破しました。おお、すごいな。どんな人生歩んでるマジ、はい、すごいね。昨日からあのニューヨークで刺激を受けて、あのやっぱり理系はちょっと地味だなと思って、昨日から証券会社のインターンも始めました。マジで金融系です、はい、すごいな。マジすごいな。そんなよろちきチャンネル来てる場合ちゃうやろ。あ、じゃあ帰ります。えー、どこ行くね。北京だろ。あ、ニューヨークだろ。いや、北京でいいよ。ニューヨークだから。だから俺どこ行くねん時何も帰ってこへんかった時めっちゃ寂しかったから。北京だろって言ってくれよ。あ、わかりました。ノリが前回ありましたから、ね、そうそう、ニューヨークで忘れてもうたから、はい、もう一回やっとく、もう一回改めて、うん、でほんまだからお前なちゃんとやってくれなあかんで、お前な。あ、じゃあ帰るわ。なんで帰んねん、どこ行くねん。北京だろ。これこれですね。リズムいいですね、はい、これこれですね、はい、はい、で今回以前が、はい、来てくれたんですけども、はい、なんかこう持ち込み企画みたいな、はい、なんか以前がねこれやりたいっていうのに言ってくれたんですけど、ほんま、なんでしょう、はい、そうですね、それは、芸人の中国語コンビ名を当たりましょう。あ、当たあ、当てましょう、当てましょう、はい、なんか中国語でお笑いコンビのコンビ名を言ったら、はい、なんかめっちゃ難しい、ね、むずいんや。そうですね、全部漢字になっちゃうので、そう、はい、それを俺らが当てれるかっていう、はい、あ、漢字になるの、はい、なんとなく俺はでも漢字で意味ってなんとなくあるやん。まあ確かにこれ結構当てられる気するから、そう、ね、発音のかもね、はい、以前が問題出してくれるみたいなんで、はい、じゃあ最初は、結構簡単だなと思う。よっしゃ、はい、いきます。はい、こちらです。え、全く分からへん。これはヒントとして、これはあの発音の川からのコンビ名ですね。なんとなく分かったの。お、さすが。これは本当に心込めてのさすがです。え、いいですよ。小田上田。いやちょっと惜しいですね。あ、いいですか。はい、オズワルド。お、正解です。やったー、正解です。はい、これは徳やからどうとかかなと。お、さすが。やっぱオズワルドなんや。はい、そうですね。やった、これめっちゃ面白い。カタカナってだから別に意味とかじゃないんや、ほんなら。もう読み方で。はい、なんで小田上田だと思ったの。これ、おかな、はい、小田上田。おから入るんちゃうかなって。で、俺の小田上田から引っ張るとオズワルドって言ったから。いや、俺は王から始まって、とで終わるからオズワルドかなと思った。めっちゃ前やな。はい。立ち位置、はい、立ち位置がね。はい、じゃあ、西野さん1ポイント。イエーイ。で、ナダルさん、マイナス3ポイント。なんでやねん。え、これさ、リスクあったんだろ。勝った方なんかとかあんの、負けた方なんかとか、以前が決めていいよ。はい、お前それさ、1問取ってからルール決めるなしやねん。いや、以前が決めていいよ。どうする。はい、じゃあ、ニューヨークのお土産は今度渡します。勝った方が。あ、やったやった。勝った方がもらえる。またニューヨーク行くの。あ、いや、もうか、はい、もう持ってますので。あ、今ね。持ってるの。はい。俺、マイナス3？ミスってリスク高い。はい。1回ミスったら、え、1回ミスったらマイナスなんで、1回成功して1。あ、俺あと 3回答えるの0ならへん。めっちゃきついやん。不思議なポイントの振り分け方やん。1回間違えたらマイナス3。俺答えんほうがいい。はい、じゃあ次はこちらです。はい、はい、これはちなみにあの意味の方です。あの発音じゃなくて。ああ、そう、はい、星。はい。ここは結構ヒントになってます。吉本。はい、そうですね。吉本なんや。ちなみにここはちょっとあの食べ物ですね。ほー、この3文字は。食べ物。はい。あ、わかった。お、間違えたらマイナス3ですよ。この文字は文字がついてんじゃん。はい、霜降り明星。あー、違いますね。あ、マイナス3ポイント。俺も語ってやばい、おい、おい、マイナス30。これもう無理やない。え、待って、あー、わかった。お、チョコレートプラネット。はい、正解です。よっしゃー、これチョコレートか。はい、だから星ってプラネットやろ。え、それわかんないけど、これがチョコレートっていうのは。はい、俺40ポイント、マイナス30対今の2問で40ポイント差ついてるけど。はい、もしかしたらでも逆転あるかもしれない。そうか、そうか、確かに、はい、あ、ちなみにこれは中国語で、あの、奥兹华尔德で読んで、これは巧克力星球で。うおぉ、かっけ。オズワルドも受けて。奥兹华尔德。ちょっと難しい。あ、難しいの行こう。今のとこ全部正解してるから。これだけ。はい、これめっちゃ意味の方です。意味の方。はい、
え、そのなんかちょっと確認やけど、そのユニット名、ユニットで出た人じゃないよね。ユニットは知らねえよ。ちょっと夜更かしの回答じゃないか。ああ、コンビ。はい、コンビです。若手。ああ、そうですね。なんか俺分かったかもしれん。いい？はい。ナイチンゲルダンス。おお、さすが。これめっちゃ強いじゃん。だから舞うってダンスかなと。ああ、はい、そうです、ね。ナイチンゲルナイが夜のナイトの。ほんま？え、いや、ナイはこれ。ああ、ああ、そうかもしれません。なんでナイチンゲルダンスこうなんの？そうですね、私も知らなくて。はい。え、でも中国ではこう書かれてんねん。はい、そうですね。めっちゃ綺麗だなと思って。ナイチンゲルダンス、これ得意や俺、もしかして。めっちゃ綺麗 なんか感じなので、うん、びっくりしました。かっけー、ナイチンゲルダンス。これ読んだらどうなるの？いや、読むわ。絶対ちゃうやん。ナイチンゲルダンス。チンゲルダンス要素ゼロやん。はい。いやちょっとむずいな、これ。じゃあ、ちょっと簡単な。オッケー。あれ、今の点数は？あ、今の点数。あ、はい。あ、ほんならもう100対マイナス40。はい。じゃあまだ逆転のね。はい、そうですね。この今の点数の付き方はちょっと分からへんから、はい、分からへんからね。はい、続いて。これは自由申請じゃなくて、適当申請です。適当申請。あれ男？え、男秋？はい。何それ？これも意味系？意味ですね、はい。男で秋でコンビ？はい。全く分からへんねんけど。でも結構、まあ、分かりやすいと思います。あ、ほんま？はい、もう男が生えてますよ。うん、俺もあー、こうやった。はい、男性ブランコ。はい、そうです。おっしゃ ー、はい、なんでな。秋ってのに男性ブランコに秋要素ある？あれ1ポイント。はい、お前これ、普通やろ。これ1000円やで、お前これ1000円。はい、1000円やで、このポイント。あ、いいよ、好きなポイント割り振って。はい、うん、1.0、 1やないか。はい、素晴らしい。夏はこいつ、はい、え、男性ブランコ、はい、え、これなんて読むの？男性、男性秋千だから男性でみんなよく言ってます。はい、なんで秋なの？はい、ブランコは中国語では秋千で呼ぶので。はぁ、はい、そうなの、ね、ブランコが秋って入ってんねや。あ、はい、そうですね。めっちゃ美しい。これダンブラじゃなくて一応これ男性ブランコっていう意味なの？あ、はい、そうですね。みんなこれで読んでます。うわ、はい、そうなんや。これちょっと面白い。めっちゃ中央でもちょっと芸人っぽい感じで。めっちゃむずい。一番右何？ジジイっていう。あ、はい、そうですね。ロー、え、すごいおじいさんや。はい、そうですね。え、師匠ってこと？いや、師匠じゃないんですね。え、どういうこと？おじいさん系？はい、ちなみにこれは長いの長です。おー、長い。あ、わかった。あ、え、いい答えて。いや、俺も分かったけどな。あ、じゃあいいよ、さっき答えて。はい、お前分かってる。え、言っていいんかな。いや、いいよいいよ、その別に。何で言ったらあかんのか。え、お前分かってる。分かってねえじゃん。 今考えてない。はい、分かってねえじゃん。ちょっと答えよ、早く。ええの？いいよいいよ、別にいいって言ってるよ。いいや。いや、いいって、早く答えてよ。スーパージジさん。スーパージジイ。スーパージジイさんめっちゃ好きです。スーパージジイさん。はい。あ、すみません、ボケです。どこ行くね。どこ行くね。北京だろう。いや、知るか。知るか。北京だろうって、ね、はい。スーパージジイさんが来週。え、東京クールさんのこと。あ、そう、東京クールさん。全力ジジイさん。全力ジジイ、元あれね。全力ジジイさんね。今、はい、東京クールさん。はい。違いますか。はい、違います。あの、俺いいですか。はい、どうぞ。ロングコートダディ。はい、正解です。ほら、すごいわ。嬉しい。長いっていうのがロング。いや、すごいな、お前。ダディがジジイっていうね。ダディがジジイ。うん、いや、でもこれ得意よ。 3.1 よ、名勝率じゃないか。はい、はい、そうですね。パイ、はい、パイじゃなくて、パイ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 です。はい、をパイって言った。ちょ、下ネタはやめてください。ちゃうねん、下ネタちゃうねん。吉本のセクハラにノー。いや、吉本のセクハラにノー。はい、俺は大丈夫。 1.00 になった。はい、うわ、面白い。でも全然答えれてるわ。あ、じゃあちょっと難しい。あ、いいよ、難しいの来て。これボーナス問題。うん、銃に美しいに意味の方。意味の方です。銃、はい。お、いいところに。あ、
いいよ、分かったらいいよ、アジア、もし分かったらテンダラ、はい、そうです。うわー、すげえ、さすがさすがやな、今の放送いなかったな、はい、どういうことチアリーダー書いてくれた。あ、アシュリーポイントや、やったー、待ってや、はい、めっちゃ接近してるやん、はい、はい、テンダラーか、かっこいいな、テンダラー、そうですね、10人美人、元がだからまあまあ、あ、そう、あ、これアメリカ名言は、はい、あ、そうだよ、ドルで言う、ドルってことか、名言って言うんや、はい、だから10ドラーみたいな感じ、10ドラーかっけー、はい、かっけー、なるほど、はい、いや面白い、いや、マジむずいな、行きたいな、あと、あと何問ありますか、あと、いろいろあります、あ、じゃあ、じゃあまあ、じゃあラスト3にするもん、ラスト3ね、はい、ラスト3問、はい、あ、おー、早、爆笑問題、あ、全然ちげえよ全然ちげえよ考え方薄っぺらいな。あったそう。はい。もうな、あの、はい、テンダラで銃で、はい、そのパターンで頭こびついて、はい、許せねえなこれ。これこれもう薄い。はい。考えが。はい。あ、吉本の薄い考えにノー。吉本の薄い考えにノー。はい。グアラと一緒並べんな。はい。待って。なんやろう。はい。爆。これも意味系。意味ですね。そう、全然知らなくてびっくりしました。あ、これは車ですね。え、これは車って感じ、車ない感じですね。はい。あ、わかった。あ、はい。パンクブーブーさん。正解です。おっしゃー。あー、なるほど。ブーブーがね。あー、パンクしてるみたいなことや、これ。あー。おー、正解だ。はい。おっしゃー。これはむずいもんな。はい。パンクブーブーさんしかも、なんか先生やってくれて、ちょっと恩が。恩返しに。うわ、1000ポイントや。1位に踊り出た。やばいやばい。そう。これはちょっと逆転されたな。はい。頑張ろう。ラスト2です。ラスト2。え、全く分からへん。これ、これあの、ちなみに中国語の発音はスースーションで読みます。なんとなくでいこうかな。あ、はい。囲碁将棋。全然ちげえよ。囲碁将棋がそのままだろ。漢字で書いてんだろ。わかんだろ。漢字の小目目はそのままだろ。はい、そうです。正解です。カタカナが、はい、さっきの発音がめちゃくて、はい、全く意味わからん、はい、なんで1万点なんだ、だからカタカナってことやろ、だからおそういうこと、はい、何が一番ヒント、この漢字の中で、え、これ声かな、声か、そもそもそうですね、その元々日本語の意味はわからなくて、なんでこれにしたのかなと、じゃあ声に特徴ある人なのかな、ちなみにあの3文字です、元のコンビ名は、おー、はい、漢字で3文字ってこと、漢字ではないですね、カタカナ漢字だとそのままであるって何回言ったらわかんねえ、はい、そうですね、うん、その愚問っていうね、そういうの、はい、体格です、体格、はい、これ学校の設定やった、はい、え、なんやろ、え、もう千鳥漢字やってね、千鳥、だから何と言えばわかるから、体格するぞ、ほんまに漢字のコピ名はそのままって言ってたやろはい、そうです、これ誰やろ、これは誰やろ、え、これは以前のポケモンです。以前のポケモン。はい。あのポケモン、はい、めっちゃ隠した。買われてんねや。トレーナー。マサボール戻らなかった。アキナ。いやー、はい、ちょっと方向性は合ってますね。おお、はい。ちなみにアキナさんはこれですね。あ、ちゃんとアキ入んねや。いやいや、もうまんまや。まんまや。アキナは割り簡単。割り簡単。そうですね。あ、いいですか。はい。しずる、はい、正解です、よっしゃー、むずいわこれは、嬉しい、おー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 、やったやばい、やったやった、やばくねえだろ、まだ違うんだろ、なんで1万やん、1万出るよ、俺が注意したことに漢字は全然、問題正解でもちゃうやろ、1万出る漢字、漢字の指摘する、しずるなんやこれ、はい、え、同じ文字で、なんで声なん、しずるで、え、わからないんですね、え、しずるってもともとどういう意味ですかね、声、ラーメン、あ、ラーメン屋の名前やね、しずる、あ、なんかすす、これは多分あれか、村上さんが本に勝手にラーメン屋の評価書いて怒られて、その時に罵声を浴びたから、その声がそんな、そんなコンビ名、そんな裏事情入れへんなるほど、はい、しずるかっけえな、しずるかっこいい、はい、じゃあラスト問題ちゃう、はい、ラストやな、ん、これ トイックの成績と加算します、トイック980、980、やった、え、はい、え、俺もじゃあ偏差値足してよ、俺の1
1ちゃう。俺偏差値1でやってる。はい。俺偏差値38あるから。はい、お疲れ様です。今日だから偏差値がもう何回漢字のこと言っても漢字答えだからやっぱ1やね。今日1やお前。今日1って何？分かった俺。分かった。分かった。同時に答えようか。同時に。せーの、コロコロチキチキペッパーズ。はい、正解です。やったー、言えてなかったでしょ。はい、もう優勝しました。よっしゃー。わー、このやっぱ長いし、これなんか故障っぽいなと思って。はい。あー、そうか、一瞬のコロコロチキチキが一緒なんや、そこの繰り返す。これがやっぱ故障っぽい。あー、はい。はあ、すごいやん、トーエック980点と一緒の。確かに、はい、じゃあ全部これなしで980点にします。やった勝った。トイックやし。イエーイ。じゃあ俺の勝ちや。はい、おめでとうございます。やったー。じゃあナダル、タイガクはナダル。はい。タイガク。お疲れ様です。お疲れ様です。難しいな。なんで俺正解して負けたから。どっか行けもう。どっか行け。もう行くわ、ほんなら。どっか行け。どこ行くねん。どこ行くねん。メキシコだろ。ちょっとピンとこねえな。ちょっとピンとこねえぞ。ちょっとピンとこねえな。カメラも全く、トクラク微動だにせえのやめてくれる。トクラクのさ、手動やのにさ、僕が。なんで俺を追うことせえへんの。なんでなの、こうやってできる。まあよかったけど、あれは滑ってる。えぐい顔してながら、メキシコだろはい。ピンとこねえな。いやー、でもこれ、はい、面白い。はい、はい、私は初めてこのコロチキさんの名前をこの意味で知りました。いや、これ、なんかこれ、なんだこれ、衣？これ、ぐるぐるとか、そういう意味の。これはこれ、カカ、ぐんぐんカカ小天椒っていうのは。え、コロコロチキペッパーズ、もう一回言って。ぐんぐんカカ小天椒。ぐんぐんカカ。恥ずかしくなってきました。ぐんぐんカカ小天椒。はい。え、すごい、めちゃ発音うまい、エモシト。ぐんぐんカカ小天椒。え、すごい、しかもちょっと方言みたい。何がやねん。方言っぽい。何がおもろいか全く分からない。何がおもろいか全く分からない。高等弁で読んでる感じで。あ、そう。もう一回ってみ。ぐんぐんカカ小天椒。なんで吐けんねん。おもろいや。え、じゃあ言って言って言って。もう一回、もう一回って。ぐんぐんカカ小天椒。ぐんぐんカカ小天椒。これは、あんまりうまくねえな。これは絶対無理。ねえな。もう一回言って。ぐんぐんガーガーションってね。これめっちゃうまい。どこ行くの？なんでどっか行くの？はい。はい、ということで、以前はやっと、ちょっとまたいつでも、忙しいと思うからさ、いろんなとこ飛び回って。ちなみに、このチキンチキは私はチキンチキンという意味と思って。おう。はい。でもそれは中国語では下ネタになってて。え？チキンチキンって下ネタなの？あ、はい。どういう意味なの？男性のあるパーツです。はい。そうか。はい、そう、ほぼ言ってもだけど。え、じゃあ俺らもチキンチキンって結構中国じゃ。吉本のセクハラにノー。何やそれ。横のセクハラにノーやなくて。はい。これなるか、そんなポスター。はい。あー、なるほど。じゃあいつでもまた以前来てください。ありがとうございます。はい、ということで頑張ってくださいね、いろいろ。はい、ありがとうございます。頑張りましょう。ということで、ありがとうございました。どうして以前、何やった？ちょっと忘れちゃった、忘れちゃった。忘れちゃった。中国人全員ナダルが嫌い。やめえや。サイナバージョン。何作ってんねんお前。お前は。ね、作ったのこれ。はい。なんだか自分でお金を払ってはい、これでお願いしますって。あ、これ書いてもらった自分で、ね。はい。そうですね。じゃあなんか二人ぐらいに断られて、日本語は無理ですって断られた。はい。裏はほんまになんか中国語やな。はい、そうですね。だからナダルはガチで中国人に嫌われてる。なんでやねん。ガチな日本語なのに、なんか違う。俺が中国人で嫌われてもようわからへんけど、ニューヨークでなんで西野が人気あるの。わからへん。俺ニューヨーク行きたいな。はい、ぜひ。はい、ありがとうございます。頼むで、ほんま。